東北660選手権ターボ GP2019 第2戦まもなくスタート。前方のシグナルに注目。レッドテント、ブラックアウト、今スタート。さあ金沢選手はいいスタートを切れたようですね。さあ亀井選手がそれに対してどう出るか、日向選手はその後ろをついていくようなそんな状況です。そして4番グリッドスタート、小坂選手も悪くはありません。奥村選手も続いていきます。さあ金沢選手が1コーナーホールショットを奪っていきましたが、さあここで亀井がインサイドに入っていく。2コーナーから3コーナーに向かっていくところ、さあここで亀井が前に出ていく。亀井がトップに浮上。さあ奥のコーナーへと向かって今上り勾配に入っていきました。バックスレッジに戻ってまいります。さあどちらも白のマシンではありますが、あそしてライトオンで金沢信之が前の亀井亮に対してプレッシャーを与えていく。これハイビームガンガンな状態で今登っていきます。ほらどけどけ、そんな感じ。今日あの朝のゲートでは譲ってあげただろう、今度は俺に進路を譲ってくれ、そんなことをね言ってるかもしれません、言ってるかもしれませんっていうかレース前には言ってました。さあ金沢信之選手ここで追い上げなるかどうか。さあこれはねこの1番手に復活、復活ののろしという感じの。さあライトオンで今通過をしていく。亀井亮も後ろから来る金沢の、さあこの勢いに押されないまま1コーナーへと入っていきます。そして2クラスのバトルはこれは日向がトップ独走です。そして今2コーナーのあたりでやり合っている状態になります。1周あたりのラップタイムとしましては白のコペンの金沢信之が非常に良かったんですが、亀井亮はこのスタート直後の 1,2 コーナーでうまいことトップに出れました。一旦トップに出ればなかなかそのオーバーテイクって難しかったりするんですけども、金沢の追い上げ、さあ逆転なるかどうか。亀井亮も逃げ切れるかどうか。立ち上がり直後は詰め寄られるようなそんな感じありましたけども、後半では伸びていくようなそんなところもありました。そしてメインストレート、金沢が行くぞインサイド。亀井亮もちょっと牽制するようなライン取りで通過をしていきますが、ここはちょっとはらんでしまう。サイドバイサイドの2コーナーのアプローチ、亀井亮がインサイドで立ち上がっていく。3コーナーに向かってはどういう感じか。さあここマシンをサイドに振っていく。金沢サイドバイサイド奥のコーナーへと入っていった。トップに浮上していく。さあ金沢信之がトップで戻ってくる。バックスレッジなんとかこうもぎ取っていたトップの場所ではあったんですが、さあこうなってくると金沢信之はちょっと楽な展開になっているかもしれません。今最終コーナーを立ち上げまして試験員を通過してメインストレート、コントロールラインを通過をしていきます。残り周回は7周です。残り周回は7周です。トップは変わらず金沢信之、亀井亮が2番手。今1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。そして2クラストップ日向茂美も今日はねマシンチェックパーツチェックそんな感じで来ておりましたけども、 S660 から36アルトに変えてここまでやってきております。同じねチームメイトということで、今回はこのテーカー走行会にもね多くの仲間をね連れてきていただきました。さあその日向選手ですけども、さあ小坂選手とのバトルになっていくのかなどうかなというねそんなところですよね。まあ、小坂選手も前方の日向選手の走りを見てね、まあ、参考にしながらというところもあるかもしれません。さあそして亀井亮がマシン速度伸びていく。これバックスレッジ上りは亀井亮のマツダキャロルの方が速いんですね。下りの方は金沢の信之なんですけども、おそらくねタービン結構でかいんですよね金沢選手のコペン。さあこの下りに関してはなかなかその立ち上がりのスピードは上がっていくんだと思いますけども、さあこれ逃げ切るのはちょっと難しいかもしれません。さあ一旦亀井のプレッシャーを感じていった金沢信之。さあまずは1コーナーのアプローチ、ここはおそらくね何事もないでしょうね。さあこの2台は今奥の3コーナーへと向かっていきましたが、ここでは間隔の方は若干開いていきます。ブレーキングで亀井がちょっと詰めていきました。さあ立ち上がりここからの速度伸びていくのはこの白のキャロル亀井亮のマシンとなります。 ARY のイモニパワーでさあ今追従をしていく金沢信之に対してどれだけのプレッシャーを与えられるかどうか。今バックスレッジのこの S 字を抜けていきました。最終コーナーと向かっていきました。金沢トップ亀井亮2番手変わらず、そして2クラストップは日向、そして小坂2番手奥村佑も間もなくバックスレッジに現れてくることかと思います。
2クラスのトップヒューガ、白のサンロクアルトが今通過をしていきました。1コーナーです。後ろからはガンメタのサンロクアルト、小坂選手となります。小坂学選手は2クラス2番手の通過になります。トップの金沢のベストは10秒1、そして亀井亮が10秒7のラップで先ほどは通過をしていきましたが、ここで差が少し縮まっていきました。先ほどの周回ではコンマ1秒差のラップタイム、ここはほとんどどうでしょうかね、亀井亮の方が上回っているような気がいたします。さあ1コーナーのアプローチでは一旦差を詰めていくのみということでしょう。狙いどころはバックスレッジ S 字までということかもしれません。さあ今2コーナーを立ち上がりまして3コーナーに向かっていく、テールトゥーノーズに変わっていった金沢亀井の2台のマシン。さあ前方の奥村のバックマーカーをどう処理していくか、この辺りがポイントになってきそうだ。さあトップのマシン残り周回3周へと入っていきました。さあこれで奥村タスクは1コーナーで譲ってはいきませんね、この先ですね、この先で譲っていくことになるかと思います。2コーナーで今ウインカーを上げて譲っていきました。金沢がそこを抜けていく、亀井も抜けていく、白の三六あると今試験に立ち上がりましてメインストレートコントラインを通過をしていきます。ラップタイム的にはこれ後方小坂が少し上回っている、コンマ4秒上回るラップタイムで通過をしていきます。この周回ではもっと上回っていきましたか、コンマ8秒詰めていきました小坂。東北660ターボ GP2019 の第2戦決勝レースは残り2周へと変わっていきます。さあ日向茂美のこの周回のラップタイム16秒3、そして16秒0で今通過をしていった小坂学。さあコンマ3秒詰めてまいりました。金沢信之トップの状態で今ファイナルラップへと入っていきました。Thank you.